はい、こんにちは、鈴木です。バラなんか食えちゃったりして、あれ、あいつ怪しいやつが近づいてきた。なんだやべ近づいてや。はい、さっきの怪しいやつってあいつなんじゃないの。ちょっと話しかけてみましょう。あ、ちょっと待って。ちなみにサムネクイズ今回もやっております。このサムネ、じゃじゃん、この動画の何分何秒でしょうか、探してみてくださいね。で、君はなんだ。前回の話、なんかタヌキがね、島に3人ぐらい新しくメンバーが増えるんで、その彼らのね、家を作る場所を決めてくれって、で、なんかな、中の家具とか、そういうのも作ってくれって言われたんで、作りまーす。さてと、ハウジングキットをどっかに、やるんだな。この辺にすっか。いけるかな？1号地。ちょっとどけなきゃいけないものはここに決めちゃおうかな。後からでも立て直せるんかな。いいや。じゃーん。なんだ。お、タヌキ、こんにちは。意見見つけたよ。あー、1って書いたボックスね。屋外用の家具は直接お家の周りにいい感じに飾っておいて。はいはいはい。3件分すべての予定地を見つけて、家具も揃え終わったら案内所へ報告しに。なるほど、 OK。 人使い荒いな、あのタルキな。じゃあ2件目この辺すっか。崖が近いのか。待てよ、2件目はここお店があるっけ。ここにしましょう。またタヌキが。あいつ監視してんな。うん。お羽で作るリース。崖の上か。お。おお、崖に登れるようになった。お。シュイ。はい。かき氷、あ、もう一個プレゼントあるじゃん。ビーチベッド。プライベートビーチに飾るか。いいね。3軒目この辺でいっか。この辺にしよう。じゃじゃーんと。よし。
くらんぼのスピーカーは鉄鉱石にね。チャ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 ン。よし。さくらんぼのランプ。粘土5。よし。よし、これ室内用完成じゃん。室内用のカゴチェック。え、で、どうやるんだ。提出する。これこれこれ。よし、あと外側か。干し草のベッド、ベンチブランコ、たる。よし、これでなんか飛んでんな。ふいっ、こっちか。干し草のベッド。うわ、オッケー。これで1はオッケーなはずだね。あとは2だね。23行こう。2は何だい。あ、 DIY 作業台忘れた。くさ。よし、よし、戻ろう。よし。よし、2番地は？何の化石だって？いらねえな。ジョニー腹減ってんだろ。食べな。鈴木、よいしょ。あぶね。お、押さえだ。どうした？ダニかなんかじゃねえかな。え、これ。これでこの物件に必要な家具は室内も屋内もみんな揃った。イエイ！やったー！おうちと家具の準備が全部終わった。よしよしよし。行くぜ、案内所。揃ったぞ。終わりました。全部終わったよ。完了でーす。完了でーす。うん。おめえの仕事何なんだよ、こっから先。何が残ってんだよ。お家の工事を進めてお客さんに移住の案内。明日にでも新しい住民を迎えられるように、
今日は僕も頑張るんだな、もう。よ、たぬきくん。ニュースは？お、ある。なんと今日からしましまにタコリーナさんという方が新しく仲間入りしただもん。なんか聞いたことあんな、タコリーナ。皆さんいろいろと暮らしについてアドバイスしてあげてほしいんだな、もん。新入りか。よし。出所不明の美術品を売りさばく怪しい人物が出没。危ない目に遭った人はいないみたいだけど。え、無人島じゃなかったの？はい、こんにちは、鈴木です。バラなんか食えちゃったりして。あれ、あいつ怪しいやつが近づいてきた。なんだ、やべ、近づいてや。こちらはたぬき商店の豆吉です。なんだ、その狐は関係ないんか。買い取りボックス、はい、あ、どうも。で、君は何だ。こちらの島のお人ですやろか。これはどうも、お初にお目にかかります。どっから来たんだ。あ、どうも、鈴木ですけど。常吉っちゅうケチな飽きんど。はい、困ったことは特にないですね。美術、なるほど。49万8000ベル。高っ。いらないっすわ。バイバイ。8000ベルとかにならんかな。8000。はい、明日。買おう。変えたわ。どうも。笑ってない。お、どうした。はい、パネ。新しく越してタコリーナ、まだ会ってないな。この島に新しい風が吹く予感がして、うちめっちゃワクワクしてるんだ。ふん、飾り付け、サバイバルだぞ。そうか。なんだよ、何くれるの。マンホールを飾る。おさいさん、ちょっとそれは飾りというよりはなんていうか、まあいいでしょう。やります。はい、飾り付けっていうけど、もっとこうキラキラしようかと思った。マンホールか。ちょっとプライベートビーチに置いてみましょうか。いらねえ。しょうがねえな。お、てっちゃん、どうした。そこ俺んちなんだけど、まあいいか。あ、前回助けた多分ジョニーからなんか届いてるな。あった。絶体絶命のところを助けていただきありがとうございます。無事仲間の元に帰ることができました。これはお礼の品です。大事にしてくれると嬉しいです。ジョニーより愛を込めて。愛はいらねえな。あれ、てっちゃんベストポジションは。あ、なんかもういろいろ飛んでくるぞ。なんだよ。ちょ、シッ。てっちゃん、早いな、ベストポジションから離れんのかな。よし、じゃあそのタコ、新人のタコに会いに行くか。あー、家ができとる。ここか。タコリーナの家。よし、行ったら。君が新人のタコリーナかい？よ
アルさん、様子を見に来てくださったんですか？ありがとうございます。どこで会ったっけ？うん、あの変な島でおったやつか。あ、ほんと、バイバイ。あ、そうでしょ、俺。あ、これ角度変わるんだ、知らんかった。なかなかいいのが取れねえな。キラリアン、あ、すごい。あ、待って待って待って。オッケー、タコリーナよろしくね。新たなメンバーが加わったぞ。オッケー、よし、ありがとうございました。じゃあ今日はこれで終わりまーす、といった瞬間にこうしてね、化石を見つけるという。よし、じゃあねー、バイバーイ。今日はプライベートビーチからのお別れです。バイバイ。